代からだけもう50年、60年高速ができて、あのお客さんの代わりもだいぶ変わりましたね。もう50年、2代目からやりおりますから、今2代目です。あ、そうなんですね。それだけ、仙台からだけもう50年、60年。ああ、じゃあもうなんですね、この道がもう本当にあの高速道路がなかった時代というか、そこからあれですよね。なんかそうですよね。高速がなかった時代。高速で来て、あのお客さんの代わりもだいぶ変わりましたね。バスがあんまり通らないようになって。チア牛肉うどんいいっすね、やっぱチア牛食べたかったんで頼みました。おお、あっさり系ですね。チア牛いいですか、言っても。はい、結構な量を乗せていただいてますね。チア牛岡山の日本最古の牛ですね。いただきます。うまい。噛めば噛むほどうまい。村さん、はい、爆弾キャンディーってわかります？いや、わかんないですね。なんか岡山では、うん、その運動会とかに出て、はい、子供のなんかそういう美味しい食べ物っていうか、はい、アイスキャンディーなんですよ、はいはい、ちょっとなんか花さんに食べてもらいたいなって思って、メロンとイチゴとソーダとグレープ、はい、イチゴでもいいですか？あ、そっちなんですか？キャンディーもらってもいいですか？爆弾キャンディーいいですか？爆弾キャンディ。爆弾キャンディ。おー、やばい。こんな形なんですね。はい。
結構やばいんですか。やばいっていうかは、うん、爆弾みたいな、早く食べないと。あ、まずですか。食べていいですか。溶けてべちゃべちゃになっちゃうんでっていう。あ、うん、あんま、あんま甘いでしょ。甘い、笑いが出てこなかった。多分この近くになんかその、うん、爆弾キャンディーを出してるところがあって、はいはい、あ、そうなんですね。あって、多分そこはなんか、一発目っていうか初めてのところで、そこから多分こういうのを提供してるんです。あれですか、ここから伸ばして機械に通すみたいな感じですか。そうそうそう。あ、ここからあえて見えるようにしたの、うん。いや、すごい美味しかったです、なんか。え、ほんま。はい。ありがとう。ちょうどいい、なんか、あ、なんかうまさというか、味というか。あ、ほんま。はい。ありがとうございます。いやいや、どちらから。あの、倉敷から。あ、倉敷から。うん。この上、ずっと上上がったらな。はい。あの、この奥、滝がある。あー、滝。白滝いう。あ、白滝。うん。ありがとうございます。なんか、あの、店主さんが、うん、この隣、後ろに、真後ろに白滝っていう滝があるらしいんで、ちょっとそこに行ってみようかなと思います。さらに上って言ってました。あ、そうですか。この先にあの白滝があるそうなんです。すごい。止まって。そのうどん。うどん屋さん。いや、うどん自体が普通に美味しかったですね。なんかまたわざ遠いですけど、またわざわざ来たくなる。また新見に来たら立ち寄りたいなと思うぐらい、すごい美味しかったです。で、まあ、こっちの名産のチア牛も食べられたんで、はい、すごい美味しかったし、この、皆さん、爆弾キャンディー、僕も知らなかったんですけど、岡山は結構これ有名らしいですね。はい、これも食べられました。で、そう、お店のすぐ後ろ、ちょっと歩いたら、歩いても2、3分ぐらいですね。この素晴らしいマイナスイオン感じる白滝ありますので、うどんを食べて、滝でエネルギー感じて、そしたらまた、新見に行かれてはどうかなと思います。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。